皆さんこんにちは。日本語の先生のりこです。今日はしずこさんとの会話パート2後半部分になります。最後まで頑張って聞いてみてください。しずこさんが昔住んでいたロンドンについてもう少し質問しているところから始まります。それでは会話をお楽しみください。わかるわかる。じゃあさ、もう少しロンドンについて話そうかな。私ロンドン好きだから。じゃあロンドンで生活してた時に、一人暮らしはできないよね、やっぱり高いくて。どうやって、どんなところに住んでたの？初め行ったとき、ロンドンに行ったときは、ホームステイ、学生だったから。あ、ホームステイか。もちろんもちろん。うん、おー、いいね。で、ホームステイから、それからちょっとしてから何年か経ってからやっぱり友達と一緒に住むようになった。あ、シェアだね。そう。あ、それも楽しそうだね。すごいところに住んだのはイタリア人の友達とハロツの近く。それってどの辺？ナイスブリッジで、すごい、お金持ちが住む。お金持ってたの？持ってないんだけど、持ってない、家があんまりないんだけど、あるとしたらすごいお金持ちの住むような高級住宅街っていうか、ハロッツっていうすごい大きな、有名な。あ、ある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 ね。ごめんごめん、そうか、ハロッツか。ごめんごめん、もちろん行った行った。そうそう、ハロッツ。観光で行ったわ。あそこに歩いて2、3分のところ。めちゃくちゃお金持ちのエリアじゃん。そう、なんか、まあ、私たちはすごいところに住んでるわけじゃないけど、たまたま2階建てのアパートみたいなとこ、窓からすごい、だからいい景色、なんかそういう。素敵、うん、そんな思い出があるなんて素敵。それ、それはそれで楽しかった。いや、いい思い出だよね。洗濯がすごい大変で、そういうコインランドリーがなくて、あの辺は。だから、なんていうの、スーパーの袋にいっぱい、洋服も入れて、隣の駅まで、うわ、電車乗ったり、バス乗ったりして行った。で、そこで使って、また戻ってきたんだ。それは結構大変だったね。でも今となっては、すべていい思い出だよね。そうだね、楽しかったね。どうしてファッション勉強しようと思ったの？もともとそういう、だからスタイリストの仕事を日本でしてて、で、ファッション勉強したいと思ってロンドンに初め行った。でもやっぱり英語ができないと思って。そっかそっか。いや、いいね。本当にロンドンっていいとこだよね。いいとこだよね。もう大好き、私。そうだね。なんかちょっとまあ高いけど、なんでも、でも素敵。そう、いろんな刺激与えてもらえるよね。そう。本当に。だからたまに行くのいいよね。北アイルランドから。楽しいよね。まあ今はでもコロナだから旅行とかあんまりできないけど、仕事どう？まだずっと在宅勤務？そう、ずっと在宅。3月の23日ぐらいから。もういつ頃、いつ頃まで？いつ頃まで続きそう？しずこさんの会社。全然わかんない。初め8月ぐらいに。って言ってたよね。かと思ったけど、かなと思ったけど、もう全然。そういう気配がなくって、多分このまま年内ずっと行きそうじゃない？在宅。そうだから、他の友達も喋ってて、違う会社の人と喋って、今年ずっと、これかなみたいな感じで、うちの旦那もだよ。一部の人は、ね、研究者だから大学で、ね、研究室に戻り始めたけど、すごい時間が限られるの。ずっとそこにいられなくて。で、うちの旦那は、もう本当に全然行ってない。で、多分、ね、年内ずっと家だって言ってた。そうか、そうか、そうだよね。だからもうそれが普通になってきた。そうだよね。うちはだから何か、例えば私一回だけ戻ったんだけど、その時はこの家の近所に、道をの工事があるから、電気が切られるって言われて、それで戻ったけど、そういうなんか急遽な用事がない限りは戻れない。そうだよね。まあでも家で仕事する方がもう楽じゃない？そうだね、時間割り当てがね、楽だね。いろいろフレキシブルにできるもんね。
じゃあ、もうちょっと最後ぐらいかな。しずこさんは、たくさん好きなこととか、趣味とか、アクティビティが私以上に活発じゃん。私は本当に超インドア派で、いつも家にいるけど、どんなことをやってるかとか、好きとか、趣味についてちょっと話してもらってもいいかな。今はすごい一生懸命やってるバレエ、うんうん、踊るバレエの方ね。そうそうそう。をやってて、できればなんか教えるようになりたいんで、それを一生懸命。もういつからやってるっけ？日本にいた時から、日本に住んでた時からやってるよね。あ、子供の時からやってた。そうそう。うん、だからまあ上手なんだよ、絶対。いや、上手ではないけど、まあギリギリ教えるかなぐらいの。みたいな。それも素敵な夢だよね、うん、自分のなんか教室っていうか、ワークショップみたいな。そうだね。日本に行ったら考えなかったかもしれないけど、うん、いやいや、うん、いい。でも今のコロナ時代でレッスンはどうなってんの、うん、今だからズームでずっと。あ、やっぱりズームか、すげえな。うん、うんうん、そっか、うん、それもでも難しいよね。先生がさ、ちゃんと見てくれてないと、カメラでここがおかしいとか言いづらくない？あ、だからね、ただで、私の先生はもうずっとただでフリーでやって、うん、マジで？うん、だからなんかもうちゃんと見ないっていうか、見てるけどそこまで見れない。そうだね、そのぐらいこう余裕持ってくれないとできないよね、うん、先生もね。うん、あ、でもやってるんだ。うん、やってるね。あとはなんかこう反対にコロナだから、うん、できたレッスンとか、例えばなんか YouTube つながりで、プロのバレリーナの先生に教えてもらったりとか。かっこいい。かっこいい、かっこいい。それはすごいラッキーなことで。ラッキーだね。じゃあ、自宅でバー買ったって言ってたよね。練習用の。うん、そうそうそう。ね。バーつけてもらって、壁に。すごいな。頑張ってる、頑張ってる。ところで最近自転車乗ってる？自転車ね。最近は乗ってないっていうか、コロナになり始めてなったばっかりの、うん、4月5月は結構天気よくって、よかったよかった、結構の、うん、乗っていってたんだけど、うん、2台あって、うち主人と乗ってたんだけど1台壊れちゃって、うん、あ、壊れたん？どっちの方？旦那さんの方？自分の方？そう、旦那の方が壊れて、うんうんうん、私のやつは大丈夫なんだけど、だからなんか一人でなんか行くんだったら、まあジム行ったりバレーやったりする方がいいかな。そうだね、そうだね、うん、そうだね。やっぱマウンテンバイク女性で一人でちょっと結構きついよね。っていう感じで、天気も良くなかったでしょ最近。最近ずっと雨だった。だからそれもあって乗ってないね。そっかそっか。いや、いい、でもいいね、バレー。それはまあしずこさんの本当多分一番のパッションだね。パッションっていうか一番今頑張ってることじゃない。う、ね、うんうんうん。うん、いい、そういうことがあるのいいね。じゃあ、どうぞ、ごめん。うん、楽しいね、やっぱり。うん、そうだよね。しずこさんに会うととか話すと、本当にいつもね、元気になるんだよね、私は。私はあまりにもインドア派で、本当に何、毎日同じ生活してるから、もうしずこさんの話聞いたら、これもやってる、あれもやってるって、すごい、交流関係も広いし、すごい。私と違うね。最近はね、やっぱコロナで同じような繰り返しだよね。どこも行けないしね。そうだよね。本当に私も家にいて、ネットフリックスしか見てないもん。そうだ。私も今までネットフリックス使ってなかったのが、そう、コロナのおかげというか。使い始めた？というか、使い始めた。何見てる？私もね、今ずっと韓国ドラマか、日本のアニメ見てるの。そう、私も韓国のドラマとか、あといろいろ、だから映画も、だから映画もね、だからもうネットフリックスハマるよね、ハマるっていうか、もう家にいるからやっぱりもうつけちゃうじゃん。確かにね。分かる。いいね。じゃあしずこさん、ちょっと長くなってごめん、申し訳ない。最後に、じゃあ、はい、世界中でこのポッドキャスト聞いてくれてるんだけど、まあ、本当にみんな一生懸命日本語を勉強してくれてて、じゃあその勉強をしている皆さんに何か励ましのメッセージをください。そう、私も日本語は、まあ、自分の言葉なんですけど、英語を習い始めた時に
もういろんなくじけたりとかしたこともあるんですけど、ずっと頑張っていけば、通じるようになるから、みんな頑張って勉強してください。そうだよね。ありがとう。うん。本当に、私いえいえ。も何度くじけて失敗したことか。そう。今でもね、今でまも。だね、今でもね。今でもやっぱり、外国人として日本人の英語で話すから分かってくれないこと多いし。でも、あ長いるよ道のりね。だよね。そうそう、頑張っていけば絶対喋れるようになるし。そうそうそう。じゃあ、しずこさん、今日貴重な時間ありがといえいえ、ありがとうございます。う。楽しかったです。本当楽しかった。じゃあ、一回ここで切るね。はーい。はい、ありがとう。はい。それでは今日のエピソードはここまでです。昨日と今日、私のお友達、しずこさんとの会話をパート1、パート2ということでそれぞれお届けしました。日本語の会話どれだけ分かったでしょうか？少しでも分かるところがあったら嬉しいなと思います。それでは引き続き私のポッドキャスト、Learn Japanese with Noriko と、私のウェブサイト、Japanese with Noriko、よろしくお願いします。Japanese with Noriko の方では、スクリプトを少しずつ上げていっています。最近のエピソードのスクリプトは、もうすべてそこにあると思うので、読んでいただけます。なお、このインタビュー、友達との会話に関しては、スクリプト準備できません。ご了承ください。それではまた明日。